はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。今回はですね、トト1175回の予想をしていきたいと思います。はい、その前に1174回くじの結果でございますが、残念でしたね。何が残念かって言ったらですね、はい、急遽広島対名古屋のゲームが中止となりましたので、はい、これ、はい、1-0に全て、はい、当たりとなりましたので、そうなんですよ。逆張りしてた人はですね、もう本当良かったんですけど、僕なんかはですね、これダブルしてましたから。僕もダブルです。もったいないですよ、本当に。やっと他のところで使えばよかったなと思うんですけど。本当です。そういうことがですね、はい、先に読めないのは仕方がないかなと思うんですけど、はい、一等は、あ、そういうことで今回は13ゲームじゃなくて12ゲームの予想でよかったんですね、うんうん、12ゲーム当たった人、今回一等は9口、ああ、413万381円と、非常に現実的なですね、リアリティのある。そうですね。2等が75,850円、はい、3等が7,480円と、はい、いうことになっております。残念でしたね、本当に当てたかったですね、うん、ミニトトの方がですね、A 組の方が2,281円、これはね、4ゲームやっぱり予想なんで、はいはいはい、当てやすかったんですよね、はい、だから配当も小さくなっちゃったんですけれど、はい、逆に B組はですね、そこそこついて9,644円と、ね、まだ我々の方ではやったことないですけど、トトゴール3は1等が95,245円と、ゴールの数当てるのは大変ですよ。そうですよね、ゴールは難しいよね。まあでもいつかね、あ、2等っていうのもあるんですよ、だから、うん、で2等3020円っていう、まあ、そういう楽しみ方もですね、ぜひトト仲間ができてきたら、はい、いいなと思いますけど、はい、はい、ということです。今回1175回の予想をしていきたいと思います。難しいよね、 J1 がないんだもん。そうなんですよ、これがね、 J1 がないんですね。実に J1 がない。1175回、 J2 の第8節と J3 の第7節と、はい、いうことでございます。それでやっていきましょうか。いきましょう。まず山形対千葉、はい、これね、うん、ちょっとね、本当は0-2で考えてたんだけど、はい、今急遽変えます。お、はい、ちょっとこれ 1にします。オンリー1で、オンリー1山形。ちょっと待ってください、消します、消しゴムで大丈夫ですか。はい、消しゴムで消します。なんかね、ふと予感が千葉じゃないだろうみたいな。なるほど、はい、急遽まあ僕ボランチ好きじゃないですか。はいはい、本田拓也選手、法政の頃から好きなんですよ。ああ、はいはい、これ両チームで今調子なんとも言えないですね。そうなんですよ。山形はね、引き分け引き分け、はい、負け引き分け引き分け、そして千葉は勝ち負け勝ち負け負けなので、はい、勝ち点5試合で勝ち点4のチームと5試合で勝ち点6のチームなんですけど、はい、過去の対戦データが7勝7敗4分けと全くのイーブンと。これ1-0のダブルにしてください。1-0のダブルですね、はい。そして私はですね、はい、はい、ゼロです。ゼロ、さすがです。ゼロです。そしてそして、次いっちゃいましょう、はい、松本町田、これも0-2です。はい、0-2ですね。もうどん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 いきますよ。私は0です。0ですね。さすがです。勝ちきれないチーム、勝ちきれないチームの戦いと見ているので、うん、
はい、町田はですね、守備を重きにすると点が取れない、はい、前がかりになると点を取られちゃう、はい、これもはっきり出てきてますんで、はい、これゼロ、まあどういうゲームなのか分かんないですけど、膠着状態になるだろうということでゼロと、はいはい、これがですね、松本がお客さんいっぱい入れられるんだったら松本山って言うんですよね。確かにね、熱狂なね、サポーターいいですよね。そうなんですよ、はい、信濃の町が歌われない分だけ、町田にも食い下がれるチャンスあるんじゃないかなということで、これはゼロと吉澤は言ってますね、信濃の町がね。そして岡山、京都3でございますが、これはですね、1書いてたんですよ、岡山の、うん、でもこれも変えます、ここに来て迷って、はい、ピーター・ウタカ一本買いで2です。おお、なるほど、ピーター・ウタカの2と、はい、いいですね。で、私も2でございます、はい、ピーター・ウタカですか。いや、ピーター・ウタカというわけじゃないんですけど、まあ、実吉監督が どうするかとか、はいはい、いまいちイメージはつかないんですけれど、はいはい、これあの岡山京都そんなに遠くないじゃないですか、はいはい、なんかそういうことで、この前の小池さんの話がすごく頭に残ってるんですよね。次、水戸、はい、甲府です、はい、これ2です、甲府です、甲府、はい、私も2、甲府でございます、はい、ああなるほど、なのでちょっと秋葉監督と伊藤監督で、今回は伊藤監督と、うん、なるほど、2でございます。いい解説でした、はい、次5、福岡対愛媛、これ鉄板ですね、鉄板で福岡、これも意見一緒ですね、同じく福岡でございます、はい、今回は福岡が5年周期の、うん、福岡の5年目ですからね、はい、行くと思いますよ。そして勝って勢いをつけて、はい、次節大宮戦に臨みたいんじゃないかなと思って、はい、それ興味あるね、うん、次、群馬対栃木、これもね、調子悪いチーム同士なんだよな。ゼロだけでいいのかな。ゼロにしちゃおう。私、102でございます。トリプル。全く読めません。本当これ読めないよ、ね。まあ、セルヒオ次第っていうのはあると思いますよ。はい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 、セルがどこかで吹っ切れてゴール量産するようなことになると、矢野貴章との2トップみたいなことになるんですけど、はい、ただ、群馬の場合は、まあ、非常に1回勝ってずっと負けなんですけれど、はい、そういうチームですから、まあ、はっきり言って、勝つか負けるかでいいと思うんですよ。引き分けのゲームやるんだったら、負け試合にして勝った方がいいじゃないですか。なるほど。だそういうような、もしかしたら、うん、チームが壊れてでも行くんじゃないかなって。なるほど。思ってるやつ。はい。102でございます。はい。東京ヴェルディ対新潟。はい。これは10ですね。10。10。ヴェルディ、はい、の勝利、もしくは引き分け。はい。私は1ヴェルディでございます。あ、はい。はい。競ったゲームをするか荒れたゲームをするかみたいになるんですけど、はい、そうか、はいはいはい、なった時にヴェルディの方が安定感ありますね。なるほど、はい、シーズンここを見てきてそうなんですけれど、はい、長井監督なかなか手堅いかなと思います、はい、まあ、新潟の方も今勝ち星先行で、ですね、調子いいですね。悪くはないんですよ、はい、アルベルト監督、はい、スペイン人、はい、ちょっと興味はあるんですけど、はい、この先ちょっと見ていかないとわからないので、はい、今回はヴェルディに賞賛ありかな、はい、金沢対大宮、はい、これは大宮ですね、はい、2です、私も大宮の2なんですが、これ柳下さんはちょっと気をつけたいですね、競ったゲームになるんじゃないかなと思ってるんですけれど、はい、まあ、今大宮はですね、長崎で離されたくないと思いますので、はい、これは2でいきたいと思います、はい、山口長崎、はい、これは長崎鉄板ですね、2です。私も長崎鉄板でいきたいと思います、はいはい、山口なかなか勝てないところで、はい、前々節に勝利しましたけれど、はい、まあ、ちょっとこれは難しいんじゃないかなと。過去の対戦成績でも一度も長崎に勝ったことないですね、うん、そうなんですね、はいはい、なのでここは長崎と、はい、北九州対徳島、これピックアップゲームですよ、面白いゲームですね。そうですね、でもこれは徳島です。リカルド・ロドリゲス、スペイン人監督、はいはい、非常にいい戦いをしておりますけれど、はい、ボランチは
鈴木徳馬、筑波出身。なかなかね、はい、いいゲームの作り方してると思います。はい、私は102と、すいません、花から勝負をしないという、今回新しくトリプルを2つも使っておりますが。すごいですね。でも本当に今回そういう風に買った方がいいのかもしれないね。うん、ちょっと、決め込みと分からないところはそういう風な。私、そんな感じで102と思っております。リーキュ対岩田。はい、これは0です。引き分け。どっちも勝てない。私はですね、この前の岩田のですね、不甲斐なさ、はい、この不甲斐なさに本当にがっかりいたしまして、これは琉球を、はい、小野伸二選手が前節怪我しちゃったんですよ。そうなんですね、心配ですね。この怪我の仕方、出場4分ですからね。ねえ、うん、そういうこともあるんですけど、でも伸二に届けよう、勝ち星をということで、はい、今回は琉球が久方ぶりに勝利するんじゃないかなと思います。過去の対戦成績はございません。実に富山対藤枝。はい、これは富山ですね。富山。はい。私も富山にしております。はい、通常、横浜はチームが3チームあるので、はい、Y 横浜と表記されるんですけど、そうですね。福島ユナイテッド。はい、はい、こちらの方の対戦成績は過去3勝2分け9敗と。はい。横浜の方から見て、そういう感じになっておりますが、これは2、福島です。私も2でございます。うちの長男がかつてお世話になってたチームなんで、お敬意を表して、はい、思い入れがいってやつですね。そうですね。今回、そういうことで、勝野さんは1002というダブルは2つだけかな、使ったの。あ、3つですね、3つ。そうか、はい、東京ヴェルディと新潟で1-0。そうですね、3つですね。3つですね。はい、で、吉澤の方は6、群馬対栃木と10、北九州対徳島、こちらが1-0-2とトリプルです。うん、素晴らしい買い方かもしれない。残りはパシッと決めますから。はい、いや気持ちいいですよ、もしそれで11個いったら。はい、ロンロンですから。確かに、水曜日にロンとか言った、はい、当てたいですね。そしたらもう週末は勝野さん、まず焼肉行きますよ、本当。毎週バカなこと言ってますけど、嬉しいです。バカなこと言ってますけど、こういうのでですね、こう、まあ、サッカ ーすごく興味を持ってもらえればなと。そうですね、明日 J2 見ながらなんていうのもいいですね。そうですね、もしタイミングがあったら、ね、時間が合えばね。何戦見たいですか。ザッピングでしょ、これは。そっか、こうしたらザッピングでしょう。うん、今回は1174回の結果と1175回の予想をさせていただきました、はい、と、ちょっと長々とお付き合いいただいたと思いますけれど、はい、当たった時には何度も見直してもらえる話にしたいと思います。はい、はい、FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、はい、お相手は吉田浩一と勝野さとしでお送りしました。チャオ。